カルニアなるとあれだって。ほんと好きそうね、スイカ。かぼちゃスイカでしょ。うん、徹底的にやられる。そうなんだ、こう、うん、こうわーってなったらこう放任栽培ってね。あ、芽を摘むとかいらないわけ。うん、脇芽がね、あのすると大体4メートルくらい伸びるらしいんだけど、こうやって花がこうあるじゃん、交互に、うん、その箱から脇芽が出るじゃん。トマトと同じで、ああそれは脇芽をみんな切らんな、こういうのあるんだって。うん、それでぼちゃかぼちゃほっとけ、3つか4つくらいこうしあの、ね、種子が伸びたら、うん、やっぱり摘心して、ここから脇芽を伸ばして、うんうん、その2つとか3つ、いいやつを残して、それに1つとか2つけるってわけね。まあ、だからそういう少量だったらそういうことをもう楽しみでやれるじゃんね。だけどね、すぐやべちゃべちゃなっちめばね、どこだか分かんない。そう、私も一度普通のかぼちゃをやってみて、その本人の通りにね、なんかやってみたんだけど、なんかそのうちばっかり分かんなくなって、どれがどれだろうとか言って。いや、本当だよ、分かんないよ。それでどんどん伸びてって雑草の中紛れちゃって。おお、こいつまたね、こういう日は日向だよ、こういう中に入ったほうがね、うん、日当たりがほら、しなくて焼けなくていい。お互いね、ちょっと。これいらない。あるじゃん。だってあと何年ある。分からないね。結構寝られるじゃんよ。例えば寝て、ね、寝たきりの10年じゃ困るよね。そうそうそう、それじゃダメじゃん。だから自分で好きなことができる年数が何年かってば、そう長くないでしょ。ね。だからさ、できるでしょ。だから。せいでやっても5、6年とか7、8年じゃん。このスイカは大きくなるやつ。いやいや、大きな困るじゃん。じゃあ、こだまスイカ。うん、こんなやつあるのよ。10キロとか。あるよね。せいでこだまない。2キロとかない。こんなじゃない。私もね、あそこでこだまスイカはできたよ。あちこちバーッと転がった。こんなとこにもいるとかって。こだまスイカは意外とね、おいしいよね。うん、おいしいしね。便利。で、夏はね、なんていうの、こう、夏にあったらすぐ、水分補給の時になんかね、いい栄養が入ってるね。そうそうそう。置いて置いて。これ、ふにゃふにゃ普通はしてないの。こんな開いちゃうの、穴が。夜とかこういうのは、ね、だけあるのよ。あ、なるほど。ね。これ、なんだこれなんてね。これ、大きいよ、これね。でかいね。でも穴開けようと思って、わざとキャンって飛んだの。やるさ、ここにもほら、跡があるから。あ、ほんとだ。ね、置いて、これめくりゃいっぱい跡があると思うんだ。なるほど。そっかそっかそっか。そこだけたまたまないんだけど。こんなものなんてさ。えいなんて。バカったれ。人が何のために。あれこれなんだこれは。これはカラスだ。これはカラスか。うん、あ、カラスの足跡か。ねえ。これ見たときバカったれ。面白いな。ねえ。置いて、今。いや、なんかなんかわからんけどね。あるかならんかわからんようで。そうなの？だって、あの、肥料もさ、後からチーフみたいに周りにばらまいたよ。あ、そう？うん。これ、立ってきてはいらんと思うけど、でも。肉は旬でも、苦味は弱いって言ったけど、まあ普通のゴヤですね。